Oh, <laughs> はい、皆さん、こんにちは。お疲れ様です。広ロの時事ニュースチャンネルです。え今日はね、あの、NHK に関するニュースですね。えー、Yahoo ニュースを見ていたらですね、こんなタイトルが飛び込んできました。え、NHK 受信料、全世帯徴収見送り、えー、23年度までに引き下げ要請、ざまー,ーというね、えー、総務省会議ということでございます。えっ、ー、と、まあ、ね、全世代からね、まあ、これから NHK、もうなんか不公平、なんか払ってない人はいるのは不公平、テレビを持ってんのに払ってない人、ね、持ってない、ね、払ってる人はいるのにね、払ってない奴がいるのは不公平だということで、もう全世代から徴収 しようね、みんなインターネットで見れんじゃんみたいな感じで、なんか前世だから徴収しようとしたんだけども、まあ時期尚早ということでえ、見送りということでね、ざまなニュースでございます。はい、ということでね、これまあいつも通りね、ニュースを全部読んでですね、まあその後に、あの、広島の感想をちょこっと言って終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと読んでいきます。はい。 NHK の受信料制度改革をめぐり、務省がテレビ設置の有無に関係なく、全世代事業所から受信料を徴収する仕組みの導入を見送ることがなのか分かったということで、イエーイということですね。あ、でも冷静に考えたら当たり前だよね。なんで全世代から徴収されなきゃね、こっちが徴収されなきゃあかんねんっていう感じはするけどね。テレビ持ってない人はっているんだからね。うん。で、NHK がインターネットによる番組の同時配信を始めたことを受け、あ、これ前ヒロシもね、なんか放送でやりましたね。中国とか無料なんだよね、これね。有識 会議で是非を検討ししてきたが、えー、時期焦燥と判断したと、ね、まあ確かにもうちょっと人類には早すぎるっつうか日本には早すぎるっつうか、まあ、来なくてもいいと思うんですけど、まあ、確かに、あのー、これやったらですねまず理解は得られないなと広島は思いますね NHK が抱える剰余金を受信料負担の軽減につなげる方策は、えー、具体化させるあこれいいですね受信料負担の軽減、ね、それはとてもいいことだと思いますでもなんか10円とか20円なんだよねなんか半額とか8割引きとかなんないかあれだね、えー、9日に開く有識者会議で確認する ということです9日ってことはねこの放送今やってるのが11月9日ですから今ちょうどやってるんじゃないですかもうケンケン55とね楽しみですねどんな結果が出るのか。 えー、全世帯から受信料を徴収する仕組みは、4月のネット同時配信サービス開始を受け、テレビではなく、パソコンやスマートフォンなどで番組を視聴できることを根拠に検討されてきた。<laughs> ふざけんなよな。しかし、総務省は現状で利用者が限られていることなどから、国民の理解が得られないと見ている。そりゃそうだよね。じいちゃんばあちゃんなんてあんまりこうネットでテレビ見てる人いないし、もうなんかインターネットでみんな持ってるからね、全員から徴収しますよ。はい、そうですかってなかなか確かに理解 なんか得られしないいよね、うん、それではわ、い、かりましたとお金払う人既、ね、なかなか得な人ですよ。うん、もう今だって不景気なんだからさ、そんな簡単にボンボンお金出せないって。で、衛生派と地上派の受信料を一本化する案や、えー、徴収単位を世帯から個人に変更する案については、引き続き議論するというようですね。なるほど。えー、一方、 有識者会議は NHK が抱える剰余金を受信料負担の軽減につなげる方策は具体化させる。ね、これ大事なことだから2回言いましたね。NHK が10月に提案した剰余金を契約者に還元する枠組みについて、えー、次期・中期経営計画期間、2021年から23年度中の実施を前提に、えー、具体化を検討。剰、え、余、ー、金は2019年度末で1280億円に上っており、結構上ってんね。そうなんす、ごいね、えー。実質的な受信料引き下げを要請すると。ね、要請なんで、これがまた、 まままだだ、あのー、実現するかかかどどうかはまだちょっと分かりませんけど、ねうん、で9日ここの,の会議では「NHK の未契約者に対する」「テレビの有無の届け出義務化についても継続して議論する」「未契約者に対するまあそうねえ届け出がない場合 NHK は該当住所の居住者氏名について」 公益企業などへの紹介を可能とするよう要請。なんでここまですんのふざけんなっつうの。委員の間には、テレビがない場合の届出や、居住者情報の障害に消極的な意見が多い。当たり前だよ、こんなの。ほんとにさ。もう、プライバシーの侵害じゃん、ほんとにさ。ね。でね、この後さ、あの、ちょっといろいろと、まだ NHK 関連のニュース、ヤフーにあったんだけど、これがちょっと面白くて、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、これがまだ、このニュースが出る前のやつなんですけど、ちょっと読んでいきたいと思います。はい。な、なんでなんかね、あの、さ、要は、 これからどんどん取っていこう。全世代が取っていこうってした。ね。そういう風な流れ。どういう、どういうな、なんでそんな流れになったのかっていうのがね、ここにちょっと書いてあるんですよ。これもね、ちょっと読んでいきますね。これね、総務省や NHK は、テレビを持ってんのに NHK と契約していない人がいることを、従来から問題視してきた。問題視しなくていいから、そんなことね。総務省は今回、受信料支払いを不当に免れた人に NHK が割増料金を課すことを認めるなど、強制性を全面に出した。こんなもん全面に出すんじゃないって。やばいね。NHK もテレビ設置 の有無の確認や受信料支払いの要請などの訪問営業に年間約300億円かかっていることを強調し <laughs> そんんなかかってだ、ね、公平負担と訪問によらない営業活動の必要性を訴えたということですね。 で、えー、世界には公共放送の受信料を、えー、支払いが義務化されている国もあり、えー、国や NHK はそうした事例を念頭に置いているようだ。いや、そうやったら政府がちゃんと強制すればいいんですよ。税金にすればいいんですよ。ね。なんかもう、ダブルサンダーなんて言ってることだね。で、でねこ、この後が面白いんだよね。えー、だが、だが、ね、そうした国では、 え、公共放送と民間放送の役割が明確に区別されている。その通りね。え、一方、NHK は民放と勝率競争してる。ね。近年では民放と見守るような番組作りは増えている。ね。なんとかちゃんとかね。なんか、ね、ピコちゃんだっけ。あのね。なんか、ボーッと生きてるやつね。うん。なんかそういうのとかもあるじゃないですか。で、その上、NHK の資金調達がこれまで以上に強化されれば、えー、民放からは民業圧迫との声が強まろう。なるほど。NHK に対しては、時の政権に対し、毅然と向き合っていないという批判。 批判が根強くあるほらこの記事ね根強くありますよその通りですよ要は、うん、さ結構権力に寄り添うんだよね、うん、で「んぽ生命の不正をめぐる報道に日本郵政の幹部が介入した問題については未だ十分な説明が果たされていないと」とねこれもありましたねこんなことねふざけんなっていうことですよねうんで今求められるのは公共放送として自立した姿を視聴者に示すことだろうそうだね、えー、気になるのは NHK が居住者情報を紹介する機関として、えー、自治 自体や電力やガス会社などの公益事業者を想定していることはね、ここに紹介するって言うんだからね自分の個人情報が NHK に提供されることに同意する人はどんだけいるだろうかいやいないってねもういないですよそんなの昨今の個人情報保護を重視する流れとの整合性も保てないね、本当その通りだと思います テレビの非所有世帯に届け出させるのも現実的ではない。有識者会議では NHK 案への批判が相次いだ。そりゃそうだよ。もう有識者グッジョブだよ。本当に。まあ別にこれ有識者じゃなくても批判するけどな。うん。国民に新たな心的負担を強いるような方法が現実的とは思えません。ということで締めくってません、ね。で、その後に、 こっちのニュースに繋がるんですよ。ね。あの、全世代徴収は見送りになりました。ということでね。まあ、ざまあというか、まあ、当たり前というかね。えー、まあ、ぶっちゃけだし、ヒロじゃはもうスクランブル放送にすればいいんじゃないですか。見たい人はお金を払って、ね。あの、衛星っていうんですかね。あの、なんだ、ワウワウあんな感じでワウワウとか古いか、今あるかごめんね。<laughs> あの、そうやって、だからアマゾンプライムみたいにお金払った人だけは見れるようにすればいいじゃないですか。ね。なんか、なんかダブルスタンダーなんでね。なんか戦後だっけ ?NHK ってなんかもう大昔からなんかそういう方式が変わってないんでしょ。そろそろ変えて 行かないとダメだね。だってそもそもほらテレビがおわこんになってきてんじゃん。うん。でもあの一つだけ擁護するとあの。 NHK は、ああいう災害とかね、いろんなことが起こったときはすごいよね。うん、本当に台風情報とかさ、災害とか地震とかなんかいろんなことが起こったときは、NHK はすごいと思うんで、そこら辺は否定はしないけども、正直、料金とかね、料金の取り方とかね、なんかもう全部義務とかね、だからそこら辺はちょっと小ずるいなって感じがするんで、そこら辺をね、うまくやっていけばですね、ちゃんと国民の理解得られると思いますよ。ま、国民ってか別にね、あの、ま、国の機関ではない、ま、半国の機関だと思うんだけど、ま、ちゃんとね、 理解ですよ、うん。そういう理解が得られるようなことをすれば、まあ、なんだろうな、いいなと思うんだけど、まあ、現状ではちょっと無理かなとはちょっと思いますよね。はい。えー、ということでね、まあ、NHK 受信料全世代聴取見送りということで、ね、ざまなニュースでございました。はい。まあ、まあ、何回も言ってるけど、スクラムル放送にした方がいいんじゃないですか。で、あと、いろんなことを考えて、そろそろね、なんか、 俺らがトップだとかね。なんかそこら辺の意識をこう、悔い改めればですね。まあ、あの、いろいろと、あの、理解者が増えてくんじゃないかなと思いますけども。まあ、まだちょっと道は遠そうですね。はい。ということで今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。もしね、えー、チャンネル登録とかね、していただけると、またどうせこれ続編が、まあ今日が有識者会議の日なんで、まあどうせまた続報が入ってくると思いますので、えー、まあそういうのをやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。で、あとコメントとかもね、どんどん書いてくださいね。なんか NHK のことはね、結構盛り上がるんですよね。すいません。炎上加悟で言いますけど、もしよかったら何かコメントあったら書いてください。 ということで今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。